こんばんは。こんばんは。こんばんは。ミシカメ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっと今日も昨日よりは声治ったんですけど、ちょっと風邪出てるので、ちょっとあんまり話さないようにしたいと思うので短めです。こんばんは。こんばんは。あ、さっきかおりちゃんに当たった。あ、ドボンだね。ありがとう。こんばんは。そう、昨日よりマシになったんですけど、まだちょっと大きい声出せないので、ちょっとこんばんは。こんばんは。そうなんですよ、ひっくり返っちゃう、声が裏返っちゃうので、今日もちょっと短めですけど、ごめんなさい。しかもマスクしててごめん。こんばんは。こんばんは。こんばんは。雨ですね、今日めっちゃ濡れちゃった。こんばんは。そう、昨日よりちょっと昨日よりちょっとマシで、こんばんは。こんばんは。ささやき声は、こんばんは。あ、声以外は元気です。はい、喉だけですね。こんばんは。こんばんは。喉、雨ひどかったね。ね、ひどかったね。今日めっちゃ濡れちゃったね、思ったよりザー雨降ってる。わかる。なんかさ、傘さ、なんか折りたたみさえあればいいと思ってたんですけど、そう、全然ダメ。折りたたみじゃダメだった。喉痛い。え、痛くないんですよ。なんか痛くないんですけど、声が出なくて。ささやき香り、イエーイ。こんばんは。そう、めっちゃ雨でした、こっち関東は。こんばんは。こんばんは。あ、5月のお話し会初めてカルチャー会、ありがとうございます。こんばんは。マスク、そう、今日がマスク、ごめんね本当に。こんばんは。昨日喉ぬるマスクして寝たんですよ。で、今日帰りに喉ぬるマスクを買おうと思ったんですけど忘れてた。痛くないのに声出ないの逆に心配。あ、ありがとう。大丈夫です、多分大丈夫な気がする。昨日よりマシになった。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、そうなんです、お話し会またハマったので、よかったら来てくれたらとっても嬉しいです。喉ぬるマスクね、もうなくて、でもなんだっけ、そのさ、あれにさ、自分で水染み込ましちゃダメなのかな。あ、そう、追加日程も発表されたので、よかったらお願いします。お願いします。追加日程、自分でさ、中にさ、喉ぬるマスクのとこにさ、あれをさ、なんか濡らしてやったら意味ないのかな。あ、お話し会追加ありがとうございます、ぎる、本当に嬉しいです。こんばんは。あれはなんで濡れてるんですかね、喉ぬるマスクって。喉大丈夫、大丈夫です、すいません、本当に。あ、ね、17期さんもさ、そう、初お見合い初めてのね、お話し会があるみたいで、すごい。こんばんは。ね、早く会いたいです。前自分で濡らして使ってたよ。効果は全然だ、やっぱ効果ないのかな。じゃあ、こんばんは。いいと思うよ、喉に通す空気を加湿して。本当にやってみようかな。なんか濡れてるじゃないですか、あれって。自分で濡らしても意味あるのかな。あれ、なんかいい成分が入ってるのかな。なんで買って帰るの忘れたんだよ。こんばんは。こんばんは。
なんか薬局で買って帰るの忘れて、その後コンビニ行ったんですけど、コンビニはなく売ってなかったから買えなくて諦め、こんばん、雨だからさ、薬局に戻るまでもさ、いやーって思ってやめた。こんばん、こんばん、かおたん、風じゃないんですよ、あの花粉症で、それでそのまま口呼吸になって、そしたら喉をやりました。二次災害です。こんばんは、こんばんは。うがいするといいのかね、どうなんだろうね。こんばんは。うん、花粉はもうぴったり止まった、治ったんですけど、別のとこでやっちゃったんですよね。こんばんは。元も子もないですね。こんばんは、こんばんは。ね、加湿器あってよかった。加湿器あるので、寝るときにお湯で濡らしたタオルを近くに置いとく。あ、なるほど、やってみようかな。龍角散のど飴よき。あ、龍角散のど飴買ってみたかった。今日見たんだよ、買ってない。これどうなんだろうって思って買わなかった。え、買えばよかった。うん、花粉症、そもそも花粉症、そう、なんか見せてもらったら典型的な花粉症でした。こんばんは、かおちゃんの声癒される、本当にありがとう。こんばんは。本当に私喉すぐやっちゃうんですよね、これは昔からなんですよね。こんばんは。大事な時に声枯らすんですよ、私本当に昔から。もうこれはもう AKB 入ってから毎回大事な時に声枯らしてるの、もう恐怖なんですよ。こんばん、こんばんは。毎回やっちゃうんだよ、何なんですかね本当に。ちょうどさ、ちょうど枯らしちゃダメな時に枯れちゃうんだよ。こんばんは、こんばんは。のど飴舐めて早くなって、わかった。そう、もう覚えてる、もうね、もうありすぎて覚えてる。こんばんは、こんばんは。そう、歌唱力ナンバーワン決定戦の時も声からしてたし、あとね、入ってすぐのレコーディングでも声からしてたし、あとなんだっけ、君だれの時もなんかからしてたし、あとね、いろんなとこでからしてる。なんででしょうか。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、抱きつこうかのレコーディングの時は大丈夫でした。一生好きだよ、ありがとう。こんばんは。枯れてても声かい、本当にありがとう。え、りのちゃんもソロシンガーのレコーディングの時に声かい、え、そうなんだ。指原さん、お大事にして、ありがとう。のどぬるマスクスプレーもある。え、スプレーがあるんだ、そうなんだ。え、スプレー、こんばんは、こんばんは、こんばんは。体調が悪くなくてよかった。体調はね、めっちゃ元気なんですよ、声だけやらかしてるんですよ。なんか漢方もらいました、漢方。漢方って絶対さ、まずそう。まだ飲んでないけど。こんばんは。絶対まずそうだよね、苦そう、てか初めて飲んじゃう。こんばんは、こんばんは、ね、苦いイメージだよね。こんばんは、こんばんは。季節の変わり目に風邪ひく。あ、そうなんだ、やっぱそれあるよね。こんばんは。漢方を一番分からん。あ、ようやく口に逃がし、確かにまずいけど効く。あ、本当に。夜明けるの時の地引きした会長のサインパスとかの今の大事、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。岩かける、漢方薬は副作用ないからいいの。あ、そうなんだ、
いい。こんばんは、こんばんは。あまり喋らないようにね。うん、わかった。わかった。あ、40分だけど、本当に。そろそろランキング。早っ。15分配信ってこんなに早いんだ。早すぎる。早い。やってる気しないんだけど。短ーって。じゃあ、ランキングしていこうかな。お使おう、お使おう。こんばんは。一瞬で終わっちゃう。トローチも舐めたい。トローチって1日3個しかダメだったっけ？なんかそういうのなかったっけ？私も今日2個食べちゃったからあと1個しか食べたでないや。うん、私多分もうちょっと本当に明日にはもうガチで直さないとやばいので本当にやばい。はあ、なんてこったパンなこったね。トローチ制限あるよね。やっぱ飴とはわけが違うのかな。ではちょっと早すぎるんですけど、ちょっと声のすめに短めにしたいと思います。ごめんなさい。それでは行きたいと思います。ごめんね本当に。第13位は大地さんです。ありがとうございます。12位はクラドイカーズのシルフルさんです。ありがとうございます。11位はコマネコマニアのじいさんです。ありがとうございます。10位はふみおさんです。ありがとうございます。9位は村山さんです。ありがとうございます。8位は愛ちゃんさんです。ありがとうございます。7位はむき猫アットマークゆたんぽさんです。ありがとうございます。6位はマッシュルームチさんです。ありがとうございます。5位はピーちゃんさんです。ありがとうございます。4位はジェイさんです。ありがとうございます。3位はアジダッチャンさんです。ありがとうございます。2位はゆうまさんです。ありがとうございます。そして第1位ははなちゃんさんです。ありがとうございます。以上が今日の1位から13位の皆様のご紹介でした。ありがとうございます。次はギフトくださった方の名前を呼びたいと思います。よいしょ。と、クラロイカールズシルフルさん、ゆうまさん、あいちゃんさん、コマネコマニアのじいさん、矢野たけし、あとまかわりちゃん、ほんとかいいなさん、はなちゃんさん、日高浩二さん、ジェイさん、村山さん、ピーちゃんさん、こみさん、あじだっちゃんさん、みきねこあとまきゆたんぽさん、すぎやん 12.5 さん、はなちゃんさん、ゆきかなさん、ピーちゃんさん、ふみおさん、けんちゃんやでさん、マッシュルームっちさん、さやりんまるさん、トトさん、アイちゃんさん、新規親父さん、ふみおさん、コマネコマニアのじいさん、大地さん、いさぴょんさん、りかさん、クリームアンピーさん、ともさん、よのたけし、あとまくかおりちゃん、ほんとかわいいなさん、のんたあとまきねがきかぼりごろくツイート中さん、アイちゃんさん、トラショッポさん、パンダ丸さん、ウィル6番さん、さやりん丸さん、スーパーのぞみ2号さん、新規親父さん、メロディーさん、たかさん、すぬすぬさん、ときわさん、ゆきかなさん、つばさわなんちゃらさん、きむりーさん、あつし、あっとまーくずんかおし、のどを直して1時間配信を待ってるねさん、声がかすれているから森進一の真似はしない方がいいと思う立花先生さん、こいこいさん、ひろゆきさん、だらいやさん、あずまんさん、うらかんさん、新規おやじさんです。ネットありがとうございます。じゃん、ギフトありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。では今日も私のショールームを見てくださったり、ギフトとかコメントをくださったり、本当にありがとうございました。すごく嬉しかったです。ありがとうございます。そして占いをしたいと思います。明日のラッキー飲み物は漢方です。漢方
を飲むか漢方って10回唱えるとラッキーになるので試してみてください。漢方ナンバー2、生姜湯。ほうほう、生姜湯飲み物なのか、飲み物飲むから飲み物です。漢方薬や。はちみつ、あ、はちみつ、確かにはちみつ。あとさ、昨日配信で教えてもらった紅茶、紅茶がいいって聞いたこと。配信今日もありがとう、こちらこそありがとうございます。すいません短くて、もうちょっと待っててくださいね。すいません、本当に。あ、1190丁目ありがとうございます。マジで秒で終わって本当にすいません。落ち着いたらいっぱい話すので待っててください。うがいも重要、わかった。うがいってガラガラする、うがいあれしてもいいの、わかった、やってみる。それではありがとうございました。お話し会ぜひよろしくお願いします。すいません。では明日も、今日もメール読んでくれたり応援してくれたり本当にありがとうございました。明日もみんなのこと応援してます。ゆっくりできる方はゆっくりして、夜勤とかある方は頑張ってください。応援しています。それでは失礼します。ありがとうございました。バイバーイ。じゃあ5秒で切っていきたいと思います。いきまーす、せーの、5、4、3、2、1、0。バイバーイ。あ、夜勤とかある方頑張ってくださいって言ったっけ。バイバーイ変な声。バイバーイ、ありがとうございました。では失礼します。バイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。